やはり国の究極の使命というのは国民の皆様の生命と財産を守り抜くこと、領土領海領空資源を守り抜くこと、そして国家の主権と名誉を守り抜くことなんですね。だからそのためには私は自分の命をかけてもいいと思ってます。これからの日本全体の姿って、まあ日本全国どこに住んでても安全に暮らすことができて、やっぱり必要な医療とか福祉を受けることができて、質の高い教育を受けることができて、働く場所があると、まあ、そういう地域が日本全国にたくさん増えていくようにできることをやりたいな、まあ、それが私の思いです。